ンポン。将来の夢はお嫁さんです。わあ、おめでとう。やっぱり結婚するなら、自分に足りない部分を補ってくれる人。せやな。なので、先生的にはここが出っ張ってる人がいいです。ああ、物理的に補ってほしい感じ。私のようなか弱い乙女的には、先生がか弱い乙女とか受ける。私のようなか弱い乙姫的には、それトイレ用擬音装置だけど大丈夫？やっぱり、結婚式とかには憧れますよね。せやな。素敵な挙式とかは、女の子の夢やらな。挙式に重要な要素の一つといえば、チャペル、キャラメル、ジメーよ。チャペル、キンコン、カンコン。それはチャイムだよ。反応遅れるやろやめろや。神父はお父さんと並んでバージンロードを歩くんや。お父さーん。父雑。神父の入場です。待て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 、プロレスの入場シーンか。曲がおかしいだろうがよ。新郎と共に神父の前に行って、まずは効果を歌って。どこの効果を歌うねん。バクか。聖子を歌え。お次は女子なら誰もが憧れる指交換。怖すぎるわ。指輪を交換しろや。そして最後に誓いの指切り。違いますね。キスをしてください。あ、指なかったわ。だから指交換やめろ。怖えから。挙式が結んだら。お次は楽しい披露宴。平和な披露宴の入場曲は先生のお気に入りバタフライ。ちょっと古いな。定番やな。おい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 、これ違うバタフライな。アラサーの兄ちゃんが喜ぶやつや。イエーイ。これはこれで盛り上がりそうなのが腹立つ。